安倍総理は来月開かれる平昌オリンピックの開会式に出席する意向を固めました。開会式に出席する理由について安倍総理は先ほど記者団に対し次のように話しました。事情が許せば平昌オリンピック開幕式に出席をしたいと考えています。2020年東京オリンピックがあります。同じアジアで開催される平昌オリンピックの開幕式に行き、そしてまた選手団を激励したいと考えています。同時に首脳会談を行い、日韓の慰安婦合意について日本の立場をしっかりと伝えていきたいと思いますし、北朝鮮の脅威に対応していくために日韓米でしっかりと連携していく必要性、圧力を最大限まで高めた、この圧力を維持していく必要性について伝えていきたいとこう考えています。